体態度ともクリアな感じです。ありがとうございます。アイフェルの森に5月の爽やかな朝日が降り注ぐ。光を浴びて鮮やかに輝くマシンたちがグリーンヘルを疾走する。18時間マシンには疲労が溜まってきた。序盤に痛めたフロントバンパーが徐々に緩み、車体にバイブレーションが発生。ラップを重ねるにつれ、高速区間でマシンのバイブレーションがさらに悪化。再び応急処置を施すが、スペアのフロントスポイラーが到着するまで我慢のスティントが続く。その頃、また上位陣の1台が脱落。2番のアウディ R8 LMS がミッショントラブルでコースサイドにマシンを止めたのだ。12時、スペアのフロントスポイラーがようやく届く。クラックの入ったブレーキローターも交換。急遽手配したカーボンむき出しのフロントスポイラーによりマシンはそれまでより精悍な顔つきに変わった。ここは全部揃ってるよね。この集まってる人たちも含めてね。このウィークエンドはね、最悪なコンディションから始まったから、そういう意味では多少ずっと晴れてくれて霧も出ないで、でみんな気持ちよく走れたから、それが本当に良かったです。最後のスティントを迎える山内の心にあるのはニュルの全てに対する尊敬と感謝。スタート時の緊張感に支配されていた感覚とは全く違う。ニュルを走れることへの喜びが湧き上がっていた。そしてここでサーキットに最大の衝撃が走る。ピットのモニターに映されていたのはマシンを止めたカーナンバー9、トップを走っていたポルシェ GT3R ハイブリッドだった。一方 BMW のマリオ大戦博士はクールに状況を見守る。これでカーナンバー20、 BMWM3 GT2 がトップ。ラスト2時間での大逆転劇だ。ニュルのゴールが近づいてきた。1927年からそこにある世界一美しく楽しくそして過酷なコースに、この週末だけで200台以上のマシン、600人以上のドライバー、20万人以上の観客が集った。その全てが一つになっていく。ワークスチームもプライベートチームも、最新のマシンもボロボロのマシンも、待ちわびた15時のゴールを迎える。優勝は BMW M3 GT2。チームワールドカーアワードの長い24時間も幕を閉じた。出走196台中完走したのは123台。完走率 63% という数字が厳しかった2010年の戦いを物語っている。チームワールドカーアワードは1周約25キロのコースを24時間で127ラップし総合59位。
激戦の SP8 でクラス4位という成績を収めた。ニュルには人を虜にしてしまう何かがある。集まったマシン、ドライバー、観客が作り出す雰囲気とそれを受け入れる難攻不落のコース、全てが重なり合った時に生まれる特別な空間なのだ。そんな世界をグランツーリスモは応援し、車の楽しみを共感したいと考えている。この感動を誰にでも。グランツーリスモ5にはニュルムラの住人の血が流れている。